怒られる。オフィスで仕事をしていた。目の前を社長が通る。これから出かけるようだ。行ってらっしゃいませ。せんべいを口にくわえたまま挨拶する。おい、注意される。お前に言っておくがな。かなり怒っている。そんな風にひげを伸ばして、そんな風にだらしない格好で、そんな風にだらだら仕事をするな。ああ、とうとう指摘されてしまった。会社に在籍する以上は改めねばならないが、どうにも我慢ならないとすれば退職するしかない。屈服するか、たもとを分かつか、大いなる決断を迫られてしまった。